どうも皆さんこんにちは、のしです。皆さんはサバイバルモードで遊んでる時にふと気づいた時にチェストの中がいらないものでいっぱいになってしまうことってありますよね。というわけで今回は簡単に作れるゴミ箱を3つほどねご紹介していきたいと思います。まずは1つ目のゴミ箱です。こちらはクロック回路を使ってるんですけども、クロック回路で、下のドロッパーに向けてその信号を与えて、このドロッパーの真下にこのようにマグマがあるので、そこにアイテムをどんどん排出してアイテムをどんどん焼いてるというような形のゴミ箱です。でこちらの、排出部分のドロッパーですね、ここは発射装置でも代用可能なんですけども、水バケツとか空のバケツをここに放り込むと問題が生じることがあります。マグマがこのように出たり入ったりしてしまうので、まあ、下にマグマを置くタイプのゴミ箱だったら、発射装置ではなくてドロッパーの方が適切かと思います。発射装置を使ってゴミ箱を作るんでしたら、発射装置を横置きっちゅうかな、普通に置いて、まあ、下向きとか上向きとかじゃなくてこんな感じに置いて、その手前にガラスブロックを置きます。で、この中に何らかのアイテムね、例えば、まあ、じゃあバケツ系入れますか。バケツ系を入れますと、このようにですね吐き出してくれるので、マグマをね吸うことなくアイテムを吐き出してくれます。なので発射装置を使うんだったらマグマは発射装置の手前に置くのがいいんじゃないかなと思います。はい、ではこちらのゴミ箱の材料からご紹介していきたいと思います。反復装置2個とレッドストーン松明1個とレッドストーンダストが7個とドロッパー、ホッパー、チェスト、溶岩バケツとそれぞれ1個ずつ用意しておきます。はい、ではまずドロッパーを設置するにあたっては下にね、マグマを置かないといけないので穴を2マス掘って、で仮ブロックをこの辺りにこのように置いて、で下に入ってですね、で、上を見上げてドロッパーをこの仮ブロックに向けて設置します。はい、でここ地面元に戻して溶岩バケツをこっちにして、ここに鉄ブロックですね、大丈夫ですね。でここ壊してしまって、でこのドロッパーの上にホッパー、その上にチェストをこのように設置して、でレッドストーンダストを 1,2,3 ここまでやって反復装置置いて、レッドストーンダストダストダスト来て、ここに反復装置置いて、ここにダストですね、このように設置します。でここをこのようにレッドストーン松明に切り替えて、レッドストーン松明を壊すと同時にレッドストーンダストをこのように置くと、レッドストーンの信号がこのようにぐる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 回り出して、まあここループしてる感じなんですけども、でその信号はそのドロッパー側にも流れてますので、当然ドロッパー側はその信号でこう排出をし続けてくれるというような感じになります。あとはこちらの方にいらないアイテムをわーっと入れていくだけですね。はい、そうしますと下に設置してあるマグマにテムがどんどん入ってきて全て排出されるというようなものですね。こちらのレッドストーンダストをこのように壊すとドロッパーに向けての信号が流れなくなるので、ドロッパーのそのカチ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 という音がなくなって少しは静かになります。まあ、であとはもしまたドロッパーにレッドストーン信号をつなげたいといった場合には、ここにレッドストーンダストね置いてあげればまたドロッパーが動き出しますので、まあ、こんな感じでオンオフを切り替えるという方法もあります。はい、続きまして2つ目のゴミ箱をご紹介していきたいと思います。はい、2つ目のゴミ箱も、クロック回路の信号でドロッパーからアイテムを排出するというものですね。材料はですね、滑らかな石が3個にレッドストーン松明、反復装置にレバーにレッドストーンダストが5個、あとは溶岩バケツとチェストとホッパーとドロッパーと以上の材料となりますね。はい、でじゃあまずは、クロック回路の方ですね作っていきましょう。まあ、こんな感じにブロックを置いて、でここ壊して、でここにレッドストーン松明、でここに反復装置を置いて、ここにレッドストーンダスト、でここから 1,2,3,4 とこのように伸ばします。はい、でここね2マス掘って、で一旦入って、でこれはねちょっとちょうどここにレッドストーンダストがあるからここに向けてドロッパーを設置してあげましょう。で、ここに、ブロックを置いて、で元に戻していく感じですね。ここに溶岩バケツ流して、でここに、このように石これだ、ちょっと石の種類変わっちゃったけど、であとはここのドロッパーの上にホッパー、その上にチェストですね。はい、これで完成です。でここに物をバーッと入れていきます。はい、
そうすると、まあ、ドロッパーの方にアイテムが入ってきて下のマグマで焼かれてるという感じですね。このままですとずっとカチカチってうるさいので、ここでレバーをつけてこのようにオフにしましょう。そうするとね、アイテムの排出が止まります。まあ、緊急回避用のレバーと言ってもいいかもしれないですけども、まあ、ちゃんと捨てるものは選んでですね、捨てるようにしましょう。はい、続きまして3つ目ですね。3つ目は、こんな感じのゴミ箱ですね。ドロッパーの後ろにコンパレーターがあって、その先に、不透過ブロックで、ここに反復装置があって、ここにレッドストーンダスト4つ分ですね。こちらのゴミ箱も1番目と2番目にご紹介したゴミ箱と変わらずですね、難しいことはしておりません。信号のオンオフの切り替えをうまく行ってドロッパーからアイテムを排出するという感じですね。はい、ではこちらのゴミ箱に使っていく材料を見ていきましょう。溶岩バケツ、チェスト、ホッパー、ドロッパー、コンパレーターに反復装置、レッドストーンダスト4つに滑らかな石ですね。はい、作っていく工程は1番目と2番目のゴミ箱とほぼ一緒です。こんな感じに穴を掘ってドロッパーを置く場所をですね、まず決めちゃいましょう。はい、でこのようにドロッパーを設置して、でその下にマグマをね、このように設置しておきましょう。ドロッパーの後ろにコンパレーターをこのように置いて、その先に不透過ブロックを置きます。でその右隣に、反復装置でレッドストーンダストをドロッパーにこのようにつなげていきます。でここに、スニックしながらホッパーを置いて、その上にチェストを置くと、はい、これで完成ですね。でアイテムを中に入れていきましょう。はい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 。レッドストーンの信号はね、このようにゆっくりぐるぐる回る感じなんだけども、ドロッパーからはしっかりとアイテムが排出されます。はい、以上3つのゴミ箱のご紹介でしたが、どれもねスペースもそれほど取らないので、地面に回路部分を埋めてチェストの部分だけ地面の上に出すとかいう使い方もできるかなと思います。というわけで今回は簡単に作ることができるゴミ箱を3つをねご紹介いたしました。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!